Amazon で一番安い○○買ってみた。今回買った最安値の商品は Amazon で一番安いビキニを買ってみた。夏もね、もうすぐ終わりますけども、 Amazon でビキニと入れて検索してみました。いろんなのがね出てきますけども、探した結果一番安かったのはこのビキニ。8円です。10円以下です。でも送料は商品の50倍、399円でした。商品説明欄を見てみると、精神が病んでる人のノートみたいに、ティーバッグや下着や美尻、過激水着、ティーバッグや下着、美尻、過激水着というキーワードがびっちり書かれてましたけども、一体これが下着なのか水着なのかね、分かりません。これ見るだけでは。写真を見ると、プールサイドで写ってる風なね、合成をしてあるので、まあ水着だとはね、思いますけども、実際にそれを確かめるべくね、ポチって中国から半月ぐらいして届きました。中身はこんな感じです。これだけだとまだね、水着か下着かもね分かりかねますけどもね、そしてティーバッグなのかもね分からないです、これだとね。ということで、この商品をね、ある女性 YouTuber に託して着用レビューをしてもらいます。その女性 YouTuber はちくおさんでも小川なつみでもぶじこでもありません。今回快諾してくれたのは F カップのれっきとしたね女性です。一体誰だかね分かった方はコメント欄にね、書いておいてください。その女性 YouTuber にこれを送り、着用レビューをねしてもらいます。水着なのかティーバッグなのか、8円のつけ心地はどうなのか、乞うご期待あれ。そんだけ私にしたこと忘れていませんよ。私にしたことを忘れていませんよ。I did it.